田道心道館機構、太田道心道館の墓がある龍王寺さんですね。ここは武蔵というか、奥武蔵外秩父のエリアになりますね。入間川遡る、おっぺ川の支流、辰ヶ谷川って書いてありますけど、まあ龍ヶ谷津、谷津っていうのはあのこの周辺の、まあ地域名で小さな谷という意味ですね。谷に津と書きますし、カタカナで谷津とも書きますけど、入り組んだ谷、まあ、細かい谷が多いですからね、まあ、そういった村落集落が寄り添うように入っていて、その龍音寺もそのそういった山村の一部にあります。こちらが、立派な山門があるんで入り口から映したいと思います。あと奥に本堂とその手前に、道館校の像、それと少し左に上がったところに、道館校と、道心校のお墓があります。こちらにもね書いて植物。ここは、毎年2回は来てますけども、春先、去年もこの時期より少し遅く来たんですけど、雪がありましたね。今年は今日は特に暖かいんで、雪どころか上にもいらないぐらいの暖かさです。はい、こちらはかなり古い建物も多いですし、江戸城の石とか、まあ、道心校道館校に関わるものが多いんで、まあ、一応道心校のお墓はここだけだと思いますんで、こちらに葬られたと先ほどもお話ししましたけど、こちらですね、まあ、霊源新たかっていうんですかね。朝早く来るとすごいですね、ここはね。まあ、こういったあの石とかね、これも江戸城のやつですかね、向こうにあるんですけど、ここに、まあ、重要文化財って書いてあるんですけどね、まあ、鏡像、梵鐘さんも、かなりね、こういった感じですよね。まあ、こういったものに本来説明はいらないんだと思いますけど、非常にこちらをくぐらせていただいて入りましょうかね。なんとなくね、やっぱり空気が変わりますよね。山門くぐりました。建物はいくつかあるんですけども、ちょっと全てを1回ではご紹介できないんで、何回以外にちょっと分けてお話しますね。まあ、こちらに地域のことも書いてありますし、こういった感じですね。割と思ったより境内は広いですよね。こちらも小さい神社もあります。これがさっき言った、江戸城の、これはまあ太田道館に関係してますけどね、外堀の石、この石は江戸郊外神田橋ですか、今は首都高なんかあるところですよね。切り出した石でしょうかね。それをそのままここに持ってきているという感じですかね。昭和51年ですね。ちょっと直接関わるところだけにしますけど、同じ敷地内ということで熊野神社は移しておきます。こういった碑ですとかね、記念碑、こちら熊野神社ですね。まあ、本当に静かでいいところです。秋もいいですね、ここはね。ちょっと今は杉はすごいあるんですけど、草木は少し、まだ寂しいと。桜もまだ咲いてないですからね。梅が少し咲いてるぐらいで、まあ、お寺なんですけど、さっき自得県の三支庵行きましたけど、 あちらよりもよっぽどこうお城っぽいというか、まあ、寺院を城代わりというか砦代わりにしたっていう例はね、中世でしたらいくらでもあるんで、まあ、山城っていうことでもないんですけど、山の、まあ、懐にあるような、こちらお寺になりますんでね。まあ、基本的には菩提寺なんですけど、まあ、院政した建光寺ってお寺になって、自得家の方はまだ反対側の山の反対側ですよね。まあそうですね、歩いたら1時間以上はかかると思いますね。山越えでその先ほどの、三支庵のところを通るということになりますね。真ん中に太田道館校と、まあ立像ですね。さっき越生町役場のお見せしましたけど、撮りましたけど、違うタイプですよね。まあ、これは
国、ちょっと微妙に違いますけど、伊勢原とか川越とか、よくある太田道観光の、姿ですね。まあ、狩りをされているという、まあ、騎馬像は少ないんですけどね、この立像、この編み笠をかぶった、まあ、鷹狩りの道観光というのが、まあ有楽町のところにもありますよね。かなりの数あるんですけど、ほとんど行ってると思いますんで、まあ、そちらもいずれ動画は全部上げたいと思いますけども、まあ、どうしても写真ばっかり撮ってたんでね。これは胸像ですよね。ちょっとこけてしまいました。これは中はちょっと入れないんで、ここで写すだけにしますね。あと盆栄と、もう本当はもうこっちなんですよね。道観光の像があるんでそっちから入っちゃうんですけど、またこっちからくぐった方がいいみたいですよね。これはきちんと門に直してありますけどね。もちろんね、その京都や鎌倉のような感じではないですけども、どうなんですよね、これね、立音寺、まあ、結構ね、詳しく説明、これはもう新しい説明なんですけどね、ありますよね、まあ、なかなかこう立派なものはね、ありますね。これちょっと前の、ね、門になりますよね。これは三門、ちょっと一部こう新しい時代になってから直したものもありますけど、大体全体でいうとこういう感じですね。あとちょっと部分的には道観光の話をする部分もありますので、ちょっと立音寺の全体のご紹介というのは以上になります。はい、太田道観光の父、太田道信公のお墓があります、武蔵立音寺さんでした。